暗闇にスパイダーマン、キラリと光る光の目、スパイダーマン、安らぎ捨てて、すべてを捨てて、悪を追って空かける。Change the apartheid。なぜ戦い続けるのか、命をかけて一筋に無敵の男、スパイダーマン、スパイダーマン。恐怖の半魚人、奇跡を呼ぶ銀の糸、スパイダーマン、抹殺のプログラムを作り上げる。ガリアとスパイダーマンの全資料のセッティング。はっ。鉄十字団のモンスター教授はスパイダーマンの能力をコンピューターに記憶させて、スパイダーマン抹殺のプログラムを弾き出そうとしていた。スパイダーマンに、コンピューターの計算通り行けば必ず死ぬわ。絶対に殺してみせる。夢か。お兄ちゃん、コーヒーができたってさ。おう、ありがとう。よいしょ、ほら、ブーンと。おはよう。おはよう。今日の新聞は？あ、はい。サンキュー。スパイダーマン死亡、6月4日。そんなバカな。一体どういうことだ。葬儀、聖パウロ教会、6月7日、6月7日、あさってだ。美しいご婦人でした。女の方ですか。告別式を申し込んできたのは。はい、スパイダーマンの死を心から悔やんでいると涙ながらに。何の目的でその女は。新聞社に聞いてみたんだけどね、広告の依頼主わからないって言うのよ。本当に死んだのかしら、スパイダーマン。さあ、スパイダーマンの恋人かしらね、美しいご婦人って。さあね。ひどい、置いてきぼりなんて。鉄十字団だ。鉄十字団がスパイダーマンの暗殺を企んでいるんだ。負けてたまるか。俺は負けないぞ。絶対に負けないぞ。しんちゃん、ボート漕ぐの上手ね。まあね。はいはい、あ、そう。じゃあ後で。佐久間さん。はい。事件ですか、編集長。多摩川に半魚人のような怪物が出たそうよ。半魚人？若い男女が殺害されたわ。その怪物の写真欲しいわね。了解、必ずスクープしてみせます。こんばんは。いらっしゃい。拓也さんは出かけたら鉄砲玉よ。鳴らし運転だよ、オートバイのね。残念、
ボディーガードにしようと思って来たのに。じゃあね。山城拓也は怪獣出現のニュースを知り張り込みを続けていたのだ。搬入人のような怪物、もし本当だとすればそれは鉄十字だ。こんな美人を捕まえて怪獣だなんて。これはどうも失礼しました。失礼しました。ひとみさんの声だ。あっちだ。よし。スパイダーマンの目は暗闇でも見える透視能力がある。気を失ってるだけだ。ひとみさんたちは警官に任せよう。スパイダー探知、逃がさんぞ。スパイダーブレスレットは超音波を発して探知機の役目も果たすのである。この建物がアジトか。あの檻は。あ、何者だ。待っていたぞ、スパイダーマン。お前はモンスター教授。ガリアに聞いたな。どうするつもりだ。こんなところに閉じ込めて。これは私がコンピューターを駆使して作り上げたスパイダーマンの運命の書、つまり抹殺プログラムだ。運命の書？さよう。君は私のプログラム通りここへやってきたのだ。じゃあボートを襲ったりしたの？すべて君をおびき寄せるためのおふざけだよ。人の命をなんて思ってやがる。黙り。この運命の書によれば、君は半魚人とデスマッチをして殺されることになっている。なんだと。運命なのだ、スパイダーマン。決して逃れられぬ運命。半魚人。鉄十字弾マシンベム半魚人、これよりお前と戦い殺す。何？スパイダーマン対半魚人、デスマッチ開始。地獄からの使者スパイダーマン。調子だ、半魚人。Thank you.
情景どこかで見たことがある。そうだ、夢だ。夢で見た。頼みをさせ反撃。このままではやられてしまう。あのカッターを利用しよう。ガリアのやつ、予想以上の力を与えよったな。このビル街も夢の中に出てきた。すべてが夢に出てきた通りだ。スパイダーマン、スパイダーマン。お兄ちゃん、お兄ちゃん、タクヤさん。お兄ちゃんどうしたの？マシンで転倒してな。大丈夫？ガタガタ騒ぐなよ。ほんのかすり傷だ。早くお医者さんを。もう一月で俺はあの世へ送られていた。モンスター教授、恐ろしい男だ。先生、急いでください。そんなにひどい傷なのか？ええ、ひどいです。タクヤはスパイダー星人の血を受けて普通では考えられない回復能力を持っている。お前の運命は予定通り死に向かっておるわ。お兄ちゃん、うなされてたよ。夢を見たのさ。起きなさいって姉ちゃんが。ああ、タクジ。うん？今日は何日だ？6月7日だよ。6月7日。スパイダーマンの告別式の日だ。この前も夢の通りになった。夢の転落が今日起こるとすれば、この部屋から出なければいい。今日一日出なければコンピューターが弾き出した俺の運命を変えることができる。そうだ、そうすればよいのだ。スパイダー感覚に反応。スパイダーマンは超能力のスパイダー感覚で遠くのことを知ることができる。ひとみさんの姫。お兄ちゃん、お兄ちゃん、具合でも悪いの？シンカ、ひとみさん知らないか？あ、そういえば指は取れたのかな？半魚人追ってんのか？まだ。うん、この前失敗したから今度こそはって。そうか、あの天馬。早く降りてきてね、冷めちゃうわよコーヒー。ああ、ひとみさんは捕まってしまったんだ。スパイダーマシン GP7。 悲鳴はひとみさんの悲鳴。近寄らないで、あっち行って。スパイダーマンはどこだ？スパイダーマンを呼んだらどうだ？スパイダーマンを。居場所を知っていよう。知らないわ。嘘をつけ。いつもお前の身辺に出没するではないか。河原でも出てきた。知らないってば。スパイダーマン、助けて。
パイダーマンを呼べ。いやスパイダーマン。君はなぜ、君はなぜ戦い続けるのか、命をかけて。一筋に無敵の男。最終のショー。俺はこれから起こることを夢見ていたのだ。そこに転落していく夢はまさに地獄への道だった。死にたくない。父の復讐を、ガリアの復讐を果たすまでは。ガリア、力を貸してくれ。ガリア、ガリア。雲の糸は敵の熊の糸だ。なんだ、スタカズラだったのか。マーベラレオパルド。
やすものか。投資光線発射。スパイダーストリング。レオパルド、ソードビッカー。おのり、またしてもスパイダーマンめ。誰かが救いの手を差し伸べたのではない。悲劇の運命に打ち勝つのはスパイダーマンの逆境にあっても決して諦めない強い意志と勇気だったのだ。負けるな、スパイダーマン。闇深く響く地獄の足音、模様の下眠る父よ、胸に秘めた非情の定め、さらば友よ、誓いの友よ、鉄十字弾のミサイル運搬を目撃した子供が襲われた。果たしてこの少年にスパイダー星人の血を輸血していいか拓也は迷う。少年の命が危ない。次回、激突マシン GP7 兄弟の誓い、どうぞお楽しみに。